もうすみまヘんア安ステークス出走場全頭について簡単にしゃべっていこうと思います今週はこのヘ安アステークスは無料公開ありオークスは YouTube 有料会員メンバーシップ限定公開となりますで無料バージョンの方は印や能力値がついてなくて途中一瞬だけ映る形になってますそれではまずはババコースレース展開から考えていきますにババについては、まあ、両ババなので特に 大きく考える必要はなないかなと思うんですがコースとして 1,900m1,800m と比べて 100m 長いまあゆったりした距離になると少し先行馬がペース作りやすくて結構追い込みがはまりにくい展開も多いっちゃ多いんですがただその例えば水戸の王とかその辺の逃げる可能性が高い馬がですね距離は 100m でも短い方がいいかなっていうようなタイプでもありますので、まあ、そこでペースメイクとしてですね変に距離を気にして少し道中ペースを落としちゃって緩急なんかつけちゃったりなんかすると逆に最後は甘くなりやすいかなと思いますのでどちらかというと平均ペースとかハイペースとかで全体的にワンペースにまとめていった方が 基本的にあの短い距離ですね1006とか1004になっていくとだんだんとワンペースになるわけじゃないですかスピードタイプっていうのはワンペースの方がいいのでこの 1900m であっても変に関係をつけるよりかはワンペースにまとめた方がいいかなとは思いますね。まあそういった中で松山騎手はですね別に問題なく逃げのペースメイクできる時もあるんですがたまにですね ななんんか不安定ペースメイクしちゃう時があるんですよね特に重症とか大舞台に強いタイプではないので逃げがうまいジョッキーっていうふうに言えるようなジョッキーっていうのは逃げれてノーストレスになった場合だと大体安定してペースメイクするんですが松山騎手はうまいとまでは言えないんですよね。 なのでそういったようなところで不安点はああるるっちゃあるかなと思いますねただ同系の名勝粉塵なんかは無ち入れてやっと逃げれてっていうような感じでしかも勝負どころラスト 1,000m800 からもコーナリングのスピードも速くないタイプなんで逃げ馬の割にはスピードがないもたつくようなタイプでもありますのでそれと比べて水戸の方はスピードがありますしまあ 多分水戸脳が出遅れない限り変な下げ方しない限りは逃げる可能性が高いかなとなると平均ペースハイペースになるも,もしくは変なペースの落とし方を松山騎手がし,したとしても後半は早めにペースを上げていくと思いますので下手に下手な逃げを逃げのペースメイクをしたとしても水戸脳は直線の入り口まで引っ張っていくんでそのスピードを受ば縦長に近いようなばらけるような展開 そこに対応できるようなタイプを選んだ方が無難かなと思うところはありますねそれでは右の方から一頭ずついきます天下春天下春はいい頃と比べて、まあ、ちょっと気持ちも切れやすくなりましたしもたもたしてもともとずぶいところはあったんですがそれが増してるっていうような感じで伸びてきたとしてもそんなに切れる足も使えなくなってますんで他の馬たちが自滅しまくるような奇跡的な展開でも起こらないと 基本今は厳しいいかなと思います、ねまあ追い切り映像がないんでガラッと変わってたらわからないんですが水戸の水戸の王はですねこのまあ気象が激しくてまあなかなか安定しなかったところはあったんですが前走も良かったんですが今回も前走以上かなっていうぐらい追い切りいいですね軽めにしてその中で体の動き安定させて力も入ってるしっていうところで。 まあ逃げのペースメイクがうまい安定性のあるジョッキーだったら迷いなく水戸のを本命するかなっていうぐらい馬はいいですただ最初にも言ったとおり松山騎手はある程度いいペースメイクできることもあるんですが重症とかで本当当てにならないたまに下手な逃げとかしちゃう時があるのでそういった意味でのギャンブル性の高さは感じるのでまあいい方に。 出た松山騎手の場合だと全然心配なく馬は強いのでそのまんま馬券圏,圏内は硬いかなっていうところなんですがメイプルリーチメイプルリーチは堀きゅ舎で急ゅ舎がいいので鍛え上げてるっていうところもあるんですがまあ結構何というかいい馬にはなってきてるかなと思うんですがただやっぱ前走なんかは東京コースで。 スムーズにあとは大胆にモレイラ機種が乗ってっていうような形で能力を引き出せたかなっていうような感じがあるんですけれども基本的にはスピードにおいても器用さにおいてもここでは劣るかなっていうところで、まあ、右回りで意外と手応えよく回ってきて直線も突き放すっていうような足を右回りも問題ないようなレース内容はあったんですけれども。 右回り左回り云々よりかはやっぱコーナーから厳しいペースになるかどうかなんですよねなのでメンバーが違ってきますんで特にあの水戸の王とかが逃げた場合だと後半途中から押し上げていかなきゃいけないそういった時にスッと反応する器用さもしくは余裕能力的な余裕があるかということになると少し疑問があるかなと思うんですが逆にちょっとそのもうちょっと腹くくって。 ため聞かせていいタイミングに動けたり素足勝負できたりなんかしてたらいつもよりも後ろからでも競馬できそうな雰囲気にはなってきてますので馬は良くなってきてますので騎手もいいのでもしかしたら最後じりじり伸びてきてハマるとかはありえるんですが基本的にはかなりギャンブル性は高いかなと思いますね。サンデーファンデサンンンンデデデデーーフファァは 条件馬としては結構ダート上手くてそれなりにいい馬なんですが結局2番手からすんなりと楽なポジションから競馬できて相手関係も楽でっていうところでいい競馬していただけでやっぱりメンバー違いますしいいポジション取れなかったらちょっともたついたり気象的にも難しいところが出そうなタイプでもありますのでまあ相当いつもと違う。 なんか安定性ある走りしたなーっていうようなびっくりするような走りでもしないと基本難しいかなと思いますね萩のアレグリアス萩のアレグリアスは上がり馬の時はすごくいい馬で欠点がほとんどなくてポジション取れて器用で切れる足もあってっていうようなベタボメしてた馬なんですがちょっと いコルトクルが浮いとべて筋肉の質が落ちたり脚力が落ちて衰えがあるんですよねなので全戦争もとんでもおかしくないっていうような評価してたんですがまあ、ただ流れ的にあとは立ち回り的にうまくいったところがあって器用さを生かしてなんとか残ったっていうような内容なんですよね同じようにいくかっていうところでやっぱり瞬発力がだいぶ落ちてるっていうところがあるので立ち回りでですね運よく 残れ,ればなんですが今回水戸の方がいてスピード競馬になりそうなのでちょっと萩のアレグリアスの器用さ生きるかもですね他の馬たちが多分瞬発力あんま使えない可能性があるのでその中で上手に立ち回ってっていうふうには思えるんですがやっぱパンチが足りないんで人気に見合うかというとやっぱそうですねまあ岩戸未来騎手が今今日調子いいので。 残す可能性はあるんですがただ2着以内ということになると結構うまくいかないとっていうところはあるかなと。ハピハピは芝の 3,200m 天皇賞春使ったのは何だったんですかねちょっと GI なんで名前残しておきたいとかそういうことなのか分かんないんですけれどもまあ芝自体は。 別に全くダメという馬ではないんですが距離も長すぎましたしというところですね。で出来に関してはですねまあちょっとピークは過ぎたかもなというところはあるんですがただそこまで能力は落ちてないですしもともとな馬で品のある馬体してる馬なんで、まあ、こ,うこういう馬守護板したら面白いかなと思うところはあるんですけれども。で 今回大切りを見た感じだと前走よりも少し出来も良くはなってるかなと思うんですがピークを100としたら70から75ぐらいかなっていうような感じでもありますのでその中でどうかなんですが、まあ、ただ、あのー、水戸の方が引っ張ってくれればスピード競馬になって。 まあ以前ほどハピは切れる足はないかもしれないんですがスピードとセンスはある程度あると思いますし菱田騎手いいジョッキーを用意したことによってまあいいポジションからですね内バ馬群からスルスルッと抜けてきてっていうことはありえるかなと思いますんでもうちょっとメンバーが強くなると今のハピではしんどいかなっていうところはあるんですが今回のメンバーでスピード競馬だったらミッキーの内鼻。ヌチバナ ミッキー縫バナは、まあ、いかにもダートがうまい両馬場もいいっていうようなタイプででもちょっとその前が止まらない展開になるとゼロからスパーンと切れるというよりかはどちらかというとある程度前が止まってくれたりだとかする中で馬群とかから手応えよく回ってきてスッと一足でかわしたいっていうようなイメージなんですよね。まあ、なので 今回も展開の助けは必要かなと思います、ねまあただこういうタイプって結構馬群嫌がったりする馬が多いんですがこのミ木ヌチバナに関しては馬群問題なく器用にすると行きたいところに行けるっていう強みあとは太宰騎手は成績は良くないんですが本当にうまい騎手ランキングに入っているように技術的にうまいジョッキーでもありますのでスレイマンスレイマンはまあ今。 ダート界で一番の上がりうまかなと思いますね。すごい勢いを感じますし、今回の大きなんか見てても筋肉の質、筋肉のキレそういったところ勢い感じて若々しいですし、まだこれからもう一回向けてもおかしくないなっていう風うに感じますね。まあ、ただここからが難しいんですよね。鍛え上げる中で筋肉の質が落ちちゃって、どうしてもその… なんていうかパワーをつけようとしちゃうと筋肉のキレが落ちちゃったりなんかする時もありますのでここからはちょっとあの確実によくなるとは言えないんですがまあただ今は結構いいっていうことも確かなんですよね。である程度自分から動くような競馬もできたりだとか馬群馬群がどうかあんまりも揉まれるとこの馬に関してはちょっと分かんないんですがまあただ。 別に馬群が全くダメそうっていうような感じでもないですしまあ前走は2番手から競馬できたっていうのが大きいので今回ももし水戸の王が大逃げみたいな感じで前ばらける展開でそこの2番手にスレイマンつけれたらもうほぼ馬券圏,圏内は堅いかなっていうような感じになるんですがただ他の馬たちですね結構先行したそうな馬たちが何頭かいますんで。 ちょっとでもポジションが悪くなったりごちゃっとしたり団子になったり変なとこに入っちゃったりなんかするとやっぱ前奏ほどはうまくいかないかなっていうところでそういった意味ではあのー、多少下げる形になってもミッキーの内鼻とかの方が乗りやすいかなと思うところはあるんですがただより有利なポジションを取りやすいということに関してはスレイマンなんですよねと取れた時には。なののでその 有利なポジションを取れるか、立ち回りがうまくいくかっていうところですね。ちょっとそこですね。ポジションを取れるかどうかで全然変わってくる馬だと思いますね。カフジオクタゴンカフジオクタゴンはまあ、3歳の。ダート住所を差しかってました。勝ち負けはしてますね。外国人ジョッキーだったんですが、まあ、その頃ずぶいところはあったんですが、叩き合いになると勝負根性もあったり、なんかして良かったんですが。 今はですね、能力が落ちたとか衰えたとかではなくてどうしてもここの矢作厩舎は今は瞬発力タイプに作るゆったりと作るっていうことをしない厩舎になってきていてスピードとパワーに特化した作り方をしすぎちゃうところがあってこのカフジオクタゴン本来はもっとゆったりとキレのあるメリハリの効いたタイプに作った方が良かったとは思うんですが。 ちちょっっっとパワーースピードタイプに寄っちゃってるんですよねその割に道中行けないっていうところがあって後方から前走なんかは直線伸ばすだけっていうような競馬、まあ、でも競馬を教えるような乗り方を藤岡雄介騎手がしてましたんで前走よりは今回は乗りやすくなってるかなとは思いますしまあどうしても他力本願で他が自滅して止まってくれないとっていうような感じにはなるとは思うんですが。 ハマれば足りる範疇にはなってきてるかなと思うんですがまあ、ただま前走も大して伸びてなくてやっぱかなり展開の助けが必要かなとグロリアムンディグロリアムンディはちょっと収捨取り捨てが難しいですねまともとは素質的にはここでは上位争いするような馬だったんですけれども効き難しいんですよねで今回追い切りを見た感じだと少しマシになってきたかなと思うんですけれども ただそのの気難しいいでで当てにならならわけですよねギャンブル性の高さっていうところがあってまあもし、まあ、本当と気分よくいいところでばらけたところに入ったりもしくは馬群の中でもこういうタイプだと逆に溜めが効く可能性気が向く可能性もあるっちゃあるのでまあ本当に当てにならない気分屋っていうようなイメージで捉えた方がいいかなと思いますね。い、ま、い、あ、いい頃頃とと比べていい頃が100としたら 敵としては70ぐらいまでは戻ってきたかなと思うんですが。ゼットリアンゼットリアンは人気はないんですが、このま能力は通用するんですよね？ただ、金相の内容を見てもわかる通り、後方でもたもたしてるうちに置かれて、最後じりじり伸びてきてるんだけれども、足を余すっていうような感じで。まあ、はまらないと、もしくはどっかのタイミングで自分からまくるとか、そういうようなことでもしないとっていうような感じなんですよね。 なので重症だからといって大きくマイナスになることもなく相手なりにある程度は走るとは思うんですがただちょっと水戸のみたいな縦長スピード競馬を持ち込むタイプあんまり相性良くないかもなっていうところがあってうまいことそのうちの方からスルスルっと徐々に進出できるような進路が取れたら一発あるかなと思うんですがジョッキーも和田騎手でもありますし。 まあ、もっとレベルの高いオエルジョッキーだったらもう少し評価してもよ,よかったかなってでも能力はあるし人気もないんで抑えてても損はないかなというような手ですね。名称粉塵名称粉塵についてはさっき水戸の王のところでも触れたんですが、まあ、この馬とにかくスタートダッシュも速くなくてムチ入れてなんとか花切ってきたっていうような感じで、まあ、今回先行できるか どうかすすら怪しいんですよね、まあ、そして気難しいところがあってもたつきますしコーナーのスピードの乗りも良くないっていうところがあってここだとスピードで劣るかなっていうところもあるので、まあ、反応しないうちに気難しさを出して止まる可能性はあるかなっていうところはあるんですが、まあ、もしスムーズにですねばらけた2番手あたりからついていけた場合だと結構この馬ま叩き合いに強くて差し返すようなしぶとさはあるので。 まあ逃げ先行馬の割にはスピードタイプではなくてタフなタイプっていうようなイメージですね。まあ、どうなんですかね。基本厳しいかなと思うんですけれども栗のドラゴン。栗のドラゴンは調子崩しているというか衰えかなっていうようなところはあるんで、まあ、少しマしにはなってきたんですけれどもさすがに相手が強いかなっていうところはありますね。まあどハマりでもしないと。オーロイプラータオーーイイププララタタ まあこの馬は底力追い込みがはまるような形前が止まってくれればここでは上位かなと思うんですがまあとにかく展開の助けが必要っていうような鮫島勝負手は直線を追うということに関しては若手ジョッキーの中ではそこそこ追える方にはなりますのでまあこのタイプはまった時には追い込んでくるかなと思うんですけれども。 それとちょっと気になるのはこのオーロイプラータ宮本厩舎で宮本厩舎悪くない厩舎なんですがちょっと作り方が調教方法が古くてビシビシ折ったりなんかして伸ばすような感じなんですよね。なので、ま、だんだんと使っていくうちにそのメリハリの効きが悪いような馬出てきやすい厩舎なのでオーロイプラータ素足タイプなんですがちょっと。 全体的にワンペースになってきたかなっていうところがあってまあ潜在的にずぶさはあるのでずぶいタイプって状況で覆ってもずぶさが残ってタめが効くことはあるんですがまあそれでも何て言うか文句なしのそのための効くメリハリの効いた感じっていうような仕上がりでもないので、まあ、スピード競馬には多少。 対応しやすくなってるのかもしれないんですけれども、やっぱそうですね。キレはそこまででもなくなってきてるかなっていうようなところはあります。展開の助けが必要なズブくておいっていうような追い込みもですね。ビクティファルスビクティファルスは前走は少し硬さなんかがあったので、今回追い切り上向いて気持ちも入ってきたかなと思いますんで。なので、このビクティファルスに関しては今回ガラッと一。 っていうような走りをする可能性はあるかなと思いますし能力もある程度高いんですがただ今までダートで構造した内容っていうのはマイペースで早めにスッとなだれ込むような競馬なんですよねそれに対してバグンからヨーイドンみたいな感じだと瞬発力が足りないというかゼロから脚力で伸びるっていうようなタイプじゃなくてある程度勢いつけて回ってきてそのままなだれ込むっていうような競馬したいタイプなんで まあもしばらけたところで高位たりから早めにするするといい頻度を取ってスムーズに行った場合はいいんですがちょっと瞬発力を求められるようなポジションになっちゃったりロスが出ちゃったりした時にそれを取り戻す足がないかなっていうような感じなので一本上司とまではいかないんですがパンチがあるっていうような感じじゃないんですよね。まあ、それれとととやっっぱその前走気持ち切れち切ゃったようなとこころろもあるので、難しいところは、 ままだ残っってていいるる可能性ははああのでそういった当てにならならところはありますねバハ,ルダールバハルダールは、まあ、この馬は本来だったら重賞勝てたと思うんですが荻野極む機種にチャンスを与えすぎてそのうちにっていうような感じなんですよねもっとポンポンと勝ってれば早めにいい時に重賞で勝ててたと思うんですが。 ちょっとずぶいタイプでもあって基本的には追い込みタイプっていうようなところもあって展開に左右されたりずぶくて動かしにくいっていうところからなおさら荻野極向き襲とっていうところではしんどかったところはあったかなと思うんですけれどもで右回りの方がいい馬ですしいいんですが前走出来は良かったのに変な形で逃げてそのまま。 集中力続かなくて止まるようなもう後遺症が出ちゃうようなとんでもない負け方させちゃったんでそれの影響であんまりためが利くような感じじゃなくなってきたというか出来落ちてるなっていうところがありますんでまあでも能力はありますんで流れに乗ってスピード競馬ですっとばらければある程度いいポジションから競馬できるっちゃできるので可能性としてはなくはないんですが。 までも今回も水口騎手になりますしこのバハルダールはもっと耐性できたのにジョッキンによって左右されてきたちょっとかわいそうな運のない馬でもあるかなと思うところはありますね。ま,あ、また復調する可能性なくはないんですが以前ほどのキレはなくなっているかなというところもありますね。以上です。失礼します